あああ。はい、大会開始時間が過ぎておりますが、まだエントリーされてない方はおりますでしょうか。6ですが、多分友田さん書いてないかな。マイクの音量とかは大丈夫っぽいので、このままで行かせていただきます。よろしくお願いいたします。こんな感じですね。ということで本日は、6名かな。遅れてくるとかいう、そういう情報はない、なしでいいのかな。それで、これで全員と踏んで、じゃあ、はい、どうも、こんばんは。どうだろうな、大丈夫だと思いますが、ちょっとやったことないので分かりません。ソーリもうしばらく同時合いやっていても大丈夫なので、はい、いけてる。
い。Ha!
はい、人数が あるのであればお金の確認をしたいのでよろしくお願いします。すいません。ちょっと遅れてくる参加者がいるということなので、もうしばらく、待ちましょう。本日の参加者は、9名ですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。店長さん、小江戸さん、ハクさん、山本さん、ネロさん、小和田さん、福山さん、師匠さん、藤見ブランカさんですね。師匠さんと藤見ブランカさんもちょっと遅れるため、もう少しお待ちください。形式どうしようかな。時間が時間なんで、その長丁場は結構厳しいので、ゼロ回戦あるのはトーナメントでいきます。すいません、それでよろしくお願いいたします。よし、ありがとうございます。ちょっと時間も時間なので、ゼロ回戦なしの、ゼロ回戦ありの、一発トーナメントででいきます。よろしくお願いします。組み合わせはこちらで、中心機使って決めますので、そちらも改め、よろしくお願いいたします。カード引いてというのはございません。抽選機使ってこちらで抽選出しますので、よろしくお願いいたします。というわけで、しばらくの試合の方、ご観察をございます。この星次第始めようと思います。よろしくお願いします。9時ちょっと過ぎぐらいにはなると思いますが、よろしくお願いいたします。この星次第含めて結構動いていきますので、
確かに近いという方は、ぜひぜひ、いらしてもらって楽しんでいただくのもありだと思います。よろしくお願いします。アガファイブ、オーリューク、アドーク、アドーク、アドーク。形式は先ほど言いましたが、ゼロプライスありの、パスコナーです。アドーク、アドーク。男ではないです。男らしい一作勝負ですね。はい。最近は2作とか3作が主流になっておりますが、まあ時間も時間ということもありますので、で人数もなかなか集まってくださいましたので、割とシンプル、ごシンプルな形式を採用いたしました。で、改めて、よろしくお願いいたします。はい、シングルですね。 2音とか3音とかではなくてシングルの、一発トーナメントですね。いらっしゃいますね。来られました。Thank you.
は 2D 側だから、これ小江戸さんですか。ちょっと遅れてくる方々が何時ぐらいに来るかといいますか、大流行から何も聞いてたみたいです。ひょっとしたら参加者が減る可能性もあるんですが、今はご了承ください。イエス、こういうの最後に文化は友田さんですか。どっかい、エスボンダーはですね、小江戸さんです。小江戸さんと友田さんが今一生後ガチってます。いろんなキャラ使ってます。割とレアな組み合わせが入れているのではないかと。そうでした。今日会場にネロさんからお菓子のお差し入れがございますので、ぜひぜひ食べちゃってくださいませ。オンネット協会の反対側に椅子が大量が大量にあるところにお菓子が置いておりますので、ぜひ食べちゃってください。僕がそのままゴミ箱へポイントしてくださればOKです。よろしくお願いします。
一応組み合わせの抽選等は終わりました。トーナメント表、完成いたしましたので、こちらは貼り出します。でよろしくお願いします。はい、本日の組み合わせですね。こっから先増えると、ゼロ回線が1個ずつ増える形になっていくので、こちらはあらかじめご了承ください。で、組み合わせですが、福山さん対ネロスさん、山本さん対店長さん、友田さん対ハックスさん、小江戸さん対藤見ブランカさんがゼロ回線ですね。で、勝った方と師匠さんがやるという形になります。で、ただいま藤見ブランカさんと師匠さんを来るのを待ってるわけですね。で、到着次第始まるという形になります。よろしくお願いいたします。入っていったのは山本さんのです。ベイカーが3人、リュウだったり、ガイルだったり、リュウ3人、ベイカー2人、ガイルが、まあ、だいぶ偏ってますね、このスキャラが。はい、リュウが1、3人ですね。ガイルが1、2、2人ですね。ベイカーが1、2、3人ですね。リュウ、ガイル、ベガ、ブランカ、
ラコースですね。Thank you.
でよろしくお願いいたします。で、後から来るお二方ですが、まあ試合までに来なかったらごめんなさいという形ですね。さすがに、待てませんというのでございます。さあ、ベガが全クリいたしましたので、
はい、大会の方ですが、9時半に、強制開始ということになりましたのでよろしくお願いいたします。ケツもございますので。で、大会筐体、まだ使って大丈夫ですし、いつものようにあれですね、配線伸ばして、なんつったらいいのかな、いや、クレジットボタンとテストボタンはもう設置済みでございますので、まあ、さらりと準備しておきましたので、なので実は大会の準備は全て整って、あとは到着待ちという形になっておりますので、配信ご覧の皆さんもですね、長々とお待たせいたしちゃって本当に申し訳ございません。さあ、人影があった模様だが、あれは隣の店ですね。メガガイル。あ、もう書いてある。書いてある。メガガイル流。ああ、じゃあ師匠はメガか。師匠ベガ。師匠さんはベガです。だいぶキャラが偏っている。そう、そう。今日山本、ここチューリー変えていいですか？変えない。まだ大会始まってないんで、キャラ替えはできます。キャラ替え可能？一発勝負だったら流やりたいな。あと5分ほどで大会始めますので、あと5分ほどで大会始めますのでよろしくお願いいたします。初戦は福山さんとネロさんですね。で、次が山本さんと店長さんになります。で、形式は、一先でございます。一先でございます。多分30分もあれば終わると思いますのでX は本当に展開が早いゲームですので、一瞬で終わります。
はいどうも、お疲れ様です。実は大会まだ始まってないんですよね。はい、まあいろいろとね、噛み合わなかったといった形ですけども、大会終わった後のじゃなくて大会始まる前の方でございますので、大会は9時半に始まりますので、まあ、機会があればまた次回、来月ですね、毎週金曜日の対戦会と月末の月例大会ですね、月例大会の日付書いてなかったな、 今間に合うかな、書いておこう。今書いて大丈夫かな。次回がいつだ。1月29か。おっと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 。まあいいや、終わってからかな。まあ結果的にですけども、基本は8時半遅くても9時ぐらいを目安に考えている大会ですので、28だったっけ？あ、29か。1日ずれてた。28だと金曜日になっちゃう。大丈夫かな？来ましたか？まだですか？はい、というわけで大会、開始いたします。着きました。超ギリギリですね、本当に。はい、申し訳ございませんが、すいませんが、師匠さんと藤見ブランコさんいらしたということなので、参加費の方をお願いいたします。来て早々すいませんが、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、大変長らくお待たせいたしました。申し訳ございません。第13回になりますね、スパツ X 月例大会、デートナー式のスパツ X 月例大会を開始いたしますので、よろしくお願いいたします。バチ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 ということで、結果的にまあ全員集まってよかったなといった形になります。で、本日のルールですが、男の一先トーナメントでございます。泣いても笑っても一回負けたら終わりでございます。で、第3位決定戦とかはございませんので、優勝者のみ決める大会となっております。で、順番ですが、来たということなので、小江戸さんと藤見ブランカさんからになりますね。来て早々でございますが、小江戸さんと藤見ブランカさんでお願いします。で、じゃんけんで兄弟決めです。で、ツピ側の下の方にですね、クレジットボタンがございますので、それを連打していただければ、あとはもうスタートボタンを押して始めていただければ OK ですので、よろしくお願いいたします。あ、もう筐体決めてスタートボタンを押して始めていただく形になりますので、よろしくお願いいたします。で、実況は私、店員がお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、実況ですが、よろしくお願いいたします。で、キャラクターは、小江戸さんのベガ対フジーブランカさんのブランカということで、ベガ対ブランカ、キャラ相性とか実はあまり詳しくないので、使い負けダブル2から固めていくのは小江戸ベガ、サコパン振って固めて投げて、あ、値段からだからローリングで返したがコーバーが付いて相打ち踏んづけて対比直撃したが、さあ潰したロビーから投げを返そうとしたか、はい、ローリング投げからさあ中盤2発から3発当てて折り詰め表投げた。1発取っているのはコエドベガ、ラウンド2、はい、ラウンド2、ナイフ3、コア取ってまして、ね、上から上から、そして投げているのはベガ側、重ねて両者打ち飛びは最後通して、さあウィシュナが当たっていくわ、まだいかない、ベランベラン取っていくブランカだが、さあ大パンチ、今度どうなる、飛びからさあ相打ちようとリバーサルのダブルを潰して藤見ブランカ取り返して最終ラウンド、タブニーから飛び離して、さあ砕いて飛びから
さあ、大丈夫狙った。まだ後転で、最後抜けれない。さあ、画面発生の飛びがめんどくさそうだが、歌を奪って。さあ、ローリング、コーバー、これは確定。あーっと、ローリングで返して上がったのは藤井ブランカ。では、1回戦ですね。福山さん対ネロさんになります。リセット、テストボタンをお願いいたします。すいませんが、よろしくお願いいたします。で、その次が山本さんと店長さんになります。さあ、ワンピーカーサルがネロガイル、ツーピーカーサルが福山龍。さあ、このゲーム伝統の龍ガイル。さあ、開幕両者弱点を受けから大事にカンパ打って届かなかった。さあ、ピックアップを落として次はし、波動拳、波動拳。さあ、空を縦に一つが離れていく。波動拳、波動拳、さあ、空の相打ちの顔。さあ、ここでハードタイム続けて、めくりから大ゴス、飛びから大ゴス、大ゴスと内足、波動と内足、内足波動、波動拳。さあ、バックダックル当たらない。金球噛み合った。とまず取っていくのは福山龍。さあ、サイマクソニックから中足、内足波動拳は当たってしまった。さあ、クーム、さあ、クーム、大ヒントが強い。ここでファイヤー、ダイヤ飛ばして波動拳、ダイヤス、サニックブー。さあ、画面が重込まれて、はい、どうも。さあ、重要足から波動拳、波動拳。さあ、この状態がやりづらい。さあ、後ろの体がしっかり上向いて、しゃべる拳、中パッチ、ダイゴス、内足、サニックブーム。さあ、シンクが私も噛み合う。勝ったな、福山。では続きまして、山本さん対店長さん、お願いいたします。ラウンド1ファイト。さあ、竜同キャラですね。龍です。緑の龍が山本龍で、青い龍、青の木が天井龍ですね。ラウンド1ファイト。さあ、ダメはここに対して前飛び竜巻、大ボスでくぐるテイク、波動拳、ファイヤー、波動拳、当たっている。波動拳、波動拳、玉の打ち合い、飛んで波動拳、波動拳、波動拳。大スライクはちょっと遅かったが、竜巻でタイムずらして波動拳。まだ竜巻ずらし、波動拳、大ゴス波動、大ゴスから波動拳、波動拳、波動拳と、じわりじわりと。そこで竜巻のタイミングずらそうとしたら、遅らせて波動受けた。勝利して真空は取ってかわされ、波動拳、波動拳、勝利でかわせない。さあ、どうなる。この絶妙な前に中央スから投げて受け身がない。波動拳、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 真空ドンピシャだがドガードできる。昇竜拳危ない。さあ、大キック、空対空しっかり、まあ、取っていくは天井竜。ハノス、ハノスは中1を組み出して動かすか波動打つか当たってくれない。波動拳、さあ、踏まない。竜巻でゲージを試しつつ距離を下げて波動拳、テイクが変えなくて波動拳。さあ、ここでファイヤー動かして投げて意味がない。中足勝利で割り込んだ。大足差し返し組、竜巻で抜けたが投げ返されているかを決め取っている。画面押し、大足波動、波動拳、真空ドンピシャー見てました。勝ったのは店長龍。次、友田さん対白さん。こっちが、じゃんけんです。決まってないです、じゃんけんです。で、次が師匠さんと藤見ブランカさんの試合になりますので、よろしくお願いいたします。1回負けたら終わりでございます。
だいぶ辛いルールでございますが、よろしくお願いします。さあ、ベガガイル合間からふっつけてビヨッタ、早い、さあ早い、さあ残り体力、さあここで削って、さあイコクラッシャー、15カウントの一瞬で終わってしまった。まあ、そってくだ、トモザメガサマーからの距離離してソニックウェブ、距離離して、さあサマー上は引っかり見ている、ドミドミからソニックウェブ、ここさあサイコ潰した、ヘッドプレス、サマーソニックスカイダイブ、よったー、メガのこれがほっと強い、そしてナイトメア、勝ったのはトモザベガ。で次ですね、師匠さん対藤見ブランカさんでお願いします。で、あ、リセットしないと、はい、すいません、ありがとうございます。音が大丈夫か、大丈夫ですね。本日は片っぽに龍が固まって片っぽにベガが固まるということなんです。それがほぼほぼベガの試合ですね。サイコクラッシャー、その上で大パンチ当たって、まさかとった飛びから投げて必死のレバガチャでも結構振ってる、大パンチ当たってダブル2位飛びからトリンボ大系が強い、ああああ、で飛びが通った、痛すぎるあ、大丈夫ですね、はい、あ、あ、あ、大丈夫ですね、何かあったらコメントでお願いします。さあ、最後、弱サイコかな、投げて砕いて飛び込んで投げて距離離してダブル2から飛び込んで強足大パンチ抜けに行く、さあ、ここでデビリオンマックス、ナイトメア抜けていく、投げて飛びから投げ返して受け身がない、グランドシェイプが当たってまだ来ている、どうなる、投げているのはベガ、勝ったのは師匠ベガ。では福山さん対店長さんお願いします。さあさあ、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 まあ、店内で響くようなこんなもんかな、最初のバイクの量は変わってないです。さあ、流動キャラ、茶色龍が福山、青い龍が、店長になります。はい、波動拳を先に打っているのが福山龍、さあ波動当たっている、昇龍拳波動漏れか、だが結果的に波動を読めた形、飛び通っている、波動拳、波動拳、さあここで昇龍拳立つわけでゲージを作って、波動拳、波動拳、波動拳、前には来させない、ロックワックは地味でない、なかなか前に進めないが、さあこれ竜巻使って波動化していく、波動拳軸に立ち回って、さあこれ投げて受け目あって、波動拳当たる、大事、波動拳大ボスからスカラブって投げ、大が勝利、さあ突っ切りシンク、 ありがとうございます。波動拳を出しても先に打ってるのは福山、ダイヤシュ波動ファイヤーは飛んで、さあ竜巻で抜けたがダイヤシュが浮いちゃった、中央下っている、勝利拳で割り込んで、ダイヤシュ波動、波動拳飛びが飛んでダイヤシュ竜巻で首が飛んでいたが、さあどうなる、こう足で固めてシンク飛んで、さあ投げない、さあ先制のチャンスを逃したが、さあ波動拳、ダイヤシュ波動拳、波動拳、波動拳、ライアシ波動、波動拳、さいい形でダウン奪って、ライアシ勝利拳、キングドンピシャー、福山龍取り返して
最終ラウンドになります。波動拳、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 モレンタが今度踏んづけてしまった。飛びから振り離して大パンタイク、波動拳、波動拳、波動拳、頭の打ち合いから波動拳飛んでかして波動拳、波動拳、さあ出ているか、当たっているか、さあどうだ、出来ない勝利は大石、しっかり見ていた。勝利玄関つける、竜巻はかわさない。飛びから中パンチ、大足、投げているのは店長。さあここで止めてからの大足、勝ったのは店長。では友澤ベガ対師匠ベガの同キャラですね。さあ早くも残り2試合となってしまいましたが早いですねあ、まだ15分経ってないですね、大会始まってから。早いですね。さあワンピが座っているのがこれ師匠ベガですね。青い方が師匠ベガで、緑の方って言った方がいいな。緑の方が友澤ベガになりました。飛びから、まだ来ているが、飛びから最後クラッシャー。ベガはこの破壊力がとてつもなく魅力。さあ飛びが通ったが、ここでいけない。投げてピヨッター、飛びからダブル2。さあ残り1割固めてダブル2削って、さあダブル P で勝ったのははい、決勝戦でございます早い、店長対友澤。さあ一瞬で終わりましたが、一先ですよ一先ですよ、マジです。あの懐かしいでしょ他にも理由がございまして、ちょっと開始が遅くなっちゃったので、まあ結論を考えて今日一作ということになっております。まあご了承くださいませ。さあ開幕からさあ飛び出しが出ているか。さあ潰して噂の潰した形、ダブルにと竜巻相打ち、投げてさあ涼しく歩き投げだが、ベーガーの歩きの速さなら全然強力。大キックで最後潰して飛びから投げていく。最後クラッシャーをファイヤーで潰せ、波動拳。ここはネビリバル抜けていく。さあ中盤からナップ中盤か、飛びからナイトメイド抜けて波動拳ガードしている。波動拳、波動拳、波動拳。さあ昇竜拳上はしっかり見ていた。さあまず乗っていくわ店長流。飛びからさあ竜巻抜けて、さあちょっと遅かった、届かなかった。ネビリバルはしっかりと。さあ昇竜拳、さあ3段痛いの入って、ここは足投げ、飛びから投げて、波動拳、波動拳、波動拳。さあ踏んづけて、波動拳、波動拳。ダブル2に近づいて、ダブル2からダブル2で固めて、飛びが通ったらミスったー。中足波動で優勝は店長となります。おめでとうございます、握手。いたしました店長さん、一言お願いいたします。初めて出た式の大会で優勝できました。ありがとうございます。この間リキさんが優勝したと聞いたので続けてよかったです。ありがとうございました。はい、というわけで、あっという間に終わりましたが、大会プレンで終了となります。でですね、次回の開催ですが、1月の29日ですね、第4土曜日の次の日曜ということで、1月の29日に、8時半開始予定でございますが、30分くらいなら遅らせられます。1時間くらいになると、ちょっと厳しいです。よろしくお願いします。
ということで、ぜひ時間が、都合の合う方はですね、来月の参加をよろしくお願いいたします。で、他はですね、毎週金曜日、20時ぐらいから、対戦会を行っております。そして21時ですね、夜中9時頃から四季の細道2大会も開催しておりますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。というわけで本日はこの辺で終了となります。配信の方は、もうしばらく続けていきますし、で、クレジットの方ですが、そのまま使っちゃって構いません。余ってるクレジットを使っちゃって大丈夫ですので、サービスでございます。で、よろしくお願いいたします。というわけで、配信の方はもうしばらくですね、続けていきます。で、後日の方も時間が許す限り、あとは、お楽しみくださいませ。というわけで本日の大会は終了となります。お疲れ様でした。あ、すいません、店長さん、後でお写真の方よろしくお願いいたします。
ネロさんからのお菓子の差し入れございますので、いただきたい方はオールネットの筐体反対側に置いてございますので、ぜひぜひ召し上がってくださいませ。で、ゴミはそのまま近くにゴミ箱がございますので、そちらにポイント捨てていただければ何も問題もございません。よろしくお願いします。Yeah.
Yeah.
Thank you.
さんのところで必要になります。ありがとうございます。Thank you.
それでは間もなく配信の方終了となります。最後までありがとうございました。